柏レイソルは鳥栖に先制されたが、エムサビオの今季初ゴールで追いついた。右サイドで先発も、後半ボランチに変更。攻撃が活性化された同30分、相手ゴールキーパーが弾いたこぼれ球を中央で決めた、ネルシーニョ監督は、後半、サビオをボランチにして、2トップにくさびのパスを入れるよう指示した、とし、策がハマった。